充実した時間が子どもたちと親御さんと過ごせたなというふうに思ってます。本当にためになる。最初の時間のところはそのサイエンス科学のところについてのお話、僕らでもあなるほどなって思うこともありますし、そういう見方っていうのをやっぱり小さい時からやっぱり身につけておくことはサッカーの上達にも非常に役に立つと思いますし、どういうふうに努力をしたら身についていくのかっていうようなことを、まあ、論理的にですね身につけていくってことは非常に重要なことだと思うんで、そういう意味でも、まあ、僕にとっても子供にとっても親御さんにとっても非常に有意義な時間だったんじゃないのかなと思いますね。まあ、実験は全てなるほどなっていう感じの驚きでしたし、放物線っていうのは分かってましたけど、同じようにこう落下していくっていうようなことっていうのは、まあ、感覚的に僕らは分かってましたけど、ああいうふうに実験で改めてああいうふうに目の前で見せられると、そういうことも頭に入れながらやっぱりボールの落下地点とかそういうものを予測していくことも重要なんだなというふうには思いましたね。もうとにかくたくさん練習することですね。いろんな経験を積んで失敗もたくさんしなきゃいけないですし、その中で自分自身でこう身につけていくことが重要だと思うんですけど、まあ、たくさん練習するって言っても闇雲に練習してもしょうがないですから、その今日習ったような科学的なことをもう頭に入れながら、そういうなぜ失敗したのかっていうことを考えながら、一つ一つのトレーニングをやっぱり考えながらやっていくっていうことが上達の僕は早道だと思うんで、その一つのものを身につけるのに1日や2日で身につく選手はいないですから、1日でメッシはできないですから、毎日同じようなトレーニングをしながら少しずつできるようになっていくんで、ぜひともやっぱ諦めないですね、粘り強くですね、忍耐強くトレーニングをしてもらいたいなというふうに思いますね。いや、あれ本当に練習すればするだけ上手くなるんで、一人もいっぱい蹴ることじゃないですか。今日みたいにその最初実験しましたけど、あの実験っていうのはなかなか僕が小さい頃なんてそういうことできなかったし、非常に貴重だと思うんですよ。どこにボールが起こってきてどこを叩くとか、そのこと小さい頃教えてもらってなかったので、それを頭に入れて、あとはその実践的にやって、あと自分だとも覚えるしかないので、どこでボールを、捉えたら あんだけ速いボールがいくとか、あとはもう蹴り続けることじゃないですか。僕も小さい頃始めた頃は全然ボール蹴れなかったんですけど、たくさんボール蹴ることによって、このスーパーボールシュートとかいろんなことができるようになりました。でも人よりもたくさん練習しました。ですから皆さんも学校行く前とか、学校の後時間があるときは常に、ボールを蹴ることが大事だと思います。そして将来サッカー選手になって、ぜひスタジアムで今日のようなシュートを決めてもらえたら嬉しいなと思います。その時に、あ、東京エレクトロの練習はあそこでしたのが、聞いてるなと思えるようになってくれば嬉しいと思います。今までね、もう何気なくこうボレーシュートとかねやってましたけど、その垂直に落ちるボールと横に落ちるボールのその落ち方が一緒っていうかね、タイミングも一緒っていうのをなんか分かってるようで分かってなかったかなっていうのがあって、実際実験見て、あ、そういうことなんだっていうのが分かったので、またそれも一つ勉強になったなと思います。はい、僕らがちっちゃい頃はこうやって科学でサッカーを証明するっていう実験みたいなのをすることもなかったですし、人の身を見まねで練習してきましたけど、まあ、こうやって、いろいろと科学で実験した中で、自分なりの、練習が組めるっていう素晴らしいこの時代に生まれた子どもたちが非常に、羨ましいと思いますし、でもそれを実践するか実践しないかは子どもたちの意識次第だと思うので、そこを本当に意識してもらってね、せっかくこういう、素敵な、ね、場所を提供していただいているので、子どもたちはそういうのをしっかりとね、また家に帰って練習して、いい選手になってほしいなと、はい、思います。今年この4回でも放物運動とか放物線って、まあ、普段のこう生活の中に本当はあるものなんだけど、あえてそれをその言葉にしてみて、こういう現象が起きてて、でこれがこうなってるんだっていうことで、少しなんかこう物がこう飛んでる時に、あ、あれはっていうふうに気づいてもらえるきっかけになればなと思ってます。
でボールはなんか蹴れば飛んでいくと思ってるけども、そこには決まりがあるんだってことなんです。で他にもいろんな動きには決まりがあるので、何かそのどうしてそういうふうに動くのかなってことに興味を持ってもらえると、もう少しなんかサッカーを学ぶコツになるんじゃないかと思いますので、理科も好きになってもらってサッカーも好きになってもらえたら嬉しいです。僕もあのサッカー少年で、小学校中学校高校大学とサッカーずっとやってました。今もたまにしますけども、あの小さい時にあの経験する、それから小さい時に頭を使うっていうことっていうのは、僕は小さい時頭は一切使ってなかったんで、機会はあれぜひね、あのこのイベントに参加していただいてサッカーをこう違う視点から見るというのがね、すごいためになるんではないかなと。もしくは、小さい頃から、頭を使ってサッカーをすると他の人とちょっと差がつくんじゃないかなと思います。まあ何よりもでも体力と反復練習だと思うので頑張ってください。